さんこんにちは。一発予感 YC シーガルズの大島瑞希です。私のクラブあるあるはオフの日でも朝早く起きちゃうことです。私たちは毎朝8時から練習をしているため、私は毎日5時半に起きています。それが習慣になっているため、オフの日にお昼まで寝ようと思っていても勝手に朝早く起きてしまいます。規則正しい生活を送ることはとても大切なことだと思います。まだまだコロナウイルスが落ち着かない中ですが、規則正しい生活を送ることが感染予防の一つにもなってくると思います。皆さんもぜひ心がけてみてください。